皆さん、こんにちは。ワネリルイシです。では、今回は、提督の決断法、パワーアップキット、棒の岬沖海戦、ヤマト特攻リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、そのヤマトがまさに身を挺して、この南シナ海を取らせてくれたということで、重要拠点南シナ海、鉄資源15のある南シナ海を確保することができました。まあ、ただ、今お話したように、ヤマトはね、この南シナ海に沈んだということになります。なので、今回はですね、防衛作戦を、しっかりと練っておきたいというふうに思っています。まずは日本近海の方なんですが、ここに航空戦力をやっぱり増強する必要があるよね、というのがあって、まずは母艦からですね、すべての艦載機を下ろします。もう正直言って使い物にならない 状態なので、貴重なこの空母を失いたくない、まあ、そういう意図からもですね、ちょっと今回しばらく空母から艦載機をすべて下ろします。で、さらにですね、この第一艦隊含めてになりますけども、日本近海を守る、この第3艦隊、守ると言ってもドック入りしてるだけではあるんですが、この艦隊からですね、潜水艦を引き抜きます。4隻の潜水艦を引き抜いておきましょう。日本近海はこの2つの艦隊で守る、とにかく守ると、そういうことになりますね。で、直縁の数も増やします。とにかく敵の航空機がやってくると思うので、その敵の航空機がやってきたら、その敵の航空機を烈火のごとく打ち払うということですね。なので、冷戦52型を100機配備して、第一飛行場の上空を完璧に守りきると、そういう戦いを想定しています。ここもね、冷戦の52型を一旦神殿下位に変えて、代わりに直縁を57まで増やしましょう。とにかく味方の飛行場がやられると終わってしまうので。で、沖縄沖には今2個艦隊入ってるんですが、このうち第16艦隊は、南シナ海に移動して、潜水艦隊に合流。第6艦隊に関してはこのままここに留め置きます。で、第6艦隊に関して言うと、この座礁提督誰も入っていないので、ここにですね、田中さん、水雷戦術の権威、田中さんを配して、この沖縄をこの駆逐艦1隻で守りきってもらおうじゃないかと、そういう戦いになります。で、南シナ海の方からなんですけども、まずは、輸送船のね、調整をしていきます。輸送船が全然足りてないので、この貴重な鉄の取れる、この南シナにね、輸送船を配備しておきたいので、本来だったら輸送船を作って、輸送量を上げたいんですけども、輸送船を作るそのための鉄がないので、鉄を取るために南シナ海に他から輸送船を回すというね、本当に厳しい戦いになっています。で、あとは、そうだね、編成を変えて、第5艦隊から第2艦隊に駆逐艦を1隻引き抜いて、この引き抜いた駆逐艦に提督を乗せましょう。伊藤誠一中将。ヤマト特攻のね、まさにその時の艦長。それが伊藤誠一さんになります。マリアナ沖海戦時の軍令部次長。沖縄戦時の第2艦隊司令長官。自ら戦艦ヤマトに座礁、菊水水上特攻作戦を指揮。生還不可能で、戦局挽回に寄与することのない作戦と知りながら出撃特攻した。ヤマトがね、沖縄に、向かったということですけど、その大和によって、もう戦局をどうこうできる状況ではなかったのはね、もう誰の目にも明らかだったと思うんですけども、
であれば、その前に、ヤマトを失う前に、ね、敗戦を受け入れるっていうのも、まあ、一つの選択肢だったんじゃないかなと、今更、思うところはありますけど、おそらく当時はね、また違った考え、思想があったんだろうなというふうに思いますが、まあ、その伊藤誠一さんをね、ヤマトは沈んだものの、無事生還してくれたので、ちょっと、ヤマトからだいぶ、船のレベルは落ちますけども、駆逐艦に乗って、この駆逐艦を最前線、マレー沖に派遣するので、なんとかね、このマレー沖で駆逐艦一隻をもって守りきってもらいたいなと、そのように思っています。では、お金を使っていきます。最初に、南シナ海の方にはですね、飛行場がどうしても欲しいので、飛行場を建てていきます。南シナ海に飛行場。本当はね、輸送船を作りたいんだけど、輸送船を作る金が残念ながらないっていうね、そういう状況なので。では、技術開発を行います。航空レベルを上げて、残りは薄く入れざるを得ないという状況です。これでもう、すべてのリソースを使い切ったと言っていいね。できるとすれば、航空機をちょっとでも作っておく。今欲しいのは、銀河だな。銀河。4機だけか。それでもいい。銀河を作ろう。これでじゃあ時間を一旦進めます。早い。連合艦隊の日本近海進出が早いよ。早すぎる。いくらなんでも。早すぎるな。おそらくというか間違いなく連合軍は小笠原沖から進行していきます。まあ、マップで言うと画面の右側から進行してくるので、空母艦隊、第3艦隊は、すぐに離脱させます。一部の艦艇を除き、潜水艦隊は敵に特攻、あとは基地航空隊で敵を撃退していきましょう。無事な艦艇というかね、軽いものだけ残して他は全て撤収。とにかく逃げ切ってもらわなきゃいけないですからね。さあ、こんなところかな。で、夜明けとともに敵は出てきているので、まずは偵察をかけていきます。敵の位置を発見し次第即座に充実した航空隊による敵艦隊の壊滅を狙っていく。敵艦発見。味方も発見されたと見ていいね。さあ、敵の艦隊攻撃に移りましょう。この戦力、戦艦だけでざっとどうだ？ 10 隻ぐらいの戦艦がいるよね。言葉が出ないな、この数は。さすがに。偵察機の数も異常だろう。この数を相手に、どこまで奮戦できるかだな。いや、偵察機をこんなにふんだんに派遣できるっていうだけでも、もう贅沢の極みですよね。いきなり爆撃機がやってきている。この第2飛行場に、第2飛行場のさ、戦力は使えないのかな。使いたいな。こんなにも時間が経つのが遅く感じることなんてそうそうないぞ。
よし、敵の位置は確認した。味方も相当数のね、爆撃機攻撃機飛ばしてはいるので、なんとかねこれで敵をちょっとでも、いや当たらないな、全然当たらない。敵は空母がいる、敵の空母を仕留めよう。ちょっと巡回はね続けます。できればすぐに第2波第3波と飛ばしていきたいので、こんだけの戦力を集中してるからね。さあ第2飛行場の攻撃隊が起動したということなので、第2波第3波とかけていきます。了解。いやー、こんだけの航空隊がいるとね、まあ、多少は持ってくれるのかなという気はするものの、それ以上に、この敵のね、艦隊の配備してある、その戦艦の多さに、まあ、まさに度肝を抜かれているという感じですよね。こんだけの戦力を持ってるってすごいよな。さあ第一飛行場から再び爆撃隊を飛ばします。了解。まあ、ちょっとでもねやっぱり削っておきたいので、敵の戦力は。さあ続いて、じゃあ第2波攻撃を第3飛行場からも出していきます。了解。いや、魚雷攻撃強力だけども戦艦はそうそうは沈まないね。やっぱり潜水艦攻撃を仕掛けていきたいけど、その潜水艦の数が足りてないからな。ただここで敵を一網打尽にする、とにかく敵を一網打尽にしましょう。やっぱ前回というか、まあ、ヤマトがね沖縄で戦った時に敵の空母に大打撃を与えておいたというのは結構大きくて、今回空母があまり出てきてないですよね、敵は。これってすごく重要なことで、むちゃくちゃありがたい。さあ続いて敵の艦隊を潰しておきます。違うな、ここはこっちだな。うわ、とはいえ敵の空母がいよいよ動き出してるな。どの辺りに敵の空母がいるのか、敵の空母の位置を確認しておきたい。
ちょっと偵察をおろそかにしすぎたかな。第二飛行場が大破。早いなぁ。いや、敵の航空攻撃が来るときついわ。空母を先に見つけなきゃいけないな、やっぱり。敵の空母の位置を探ろう。了解。母艦に帰投するその先を見極めておけば、大体の場所はわかりますからね。ここだな。ここに敵の空母がいる。第二飛行場はもう壊滅するのは間違いないので、次のタイミングだな。いや、もうこれ、空母は撤退させていいよね。どうせ使い物にならないので。今回は逆に雨絶対降らないでほしい。さあ、敵の空母を一網打尽にするぞ。正規空母を3隻を含む敵の空母艦隊がここにいる。敵の空母を仕留めてくれ。なんとか持ちこたえて。もう一回第二飛行場から爆撃飛ばしたいな。敵の空母をどうしても仕留めたいんだ。敵の空母を仕留めたいけど、ここで夜になる。うわぁ、ここで夜になるかぁ。いや、夜の間に第一飛行場を破壊されるな。まあ、ある意味では仕方がないことですけどね。ではちょっと時間を進めます。もう第1飛行場と第3飛行場、第2飛行場かなは残念ながら持たないと思うので、第1飛行場が大破しましたね。
ちょっと待ってね。ここに来て敵の空母から偵察機がガンガン飛び始めてるな。さあ、夜明けになるぞ。夜明けが来たらまた仕切り直しだ。敵の母艦の位置を探りましょう。まあ、この第二飛行場ももう風前の灯火と言っていい、そういう状況ではありますからね。了解。偵察機がもうゼロになってるからな。じゃ、マジか。偵察機ゼロはきついぞ、これ。ちょっとこっちから、航空機から偵察機飛ばすしかないのか。まあ、発見したからいいよ。うわ、敵の攻撃機が来てるので、もうこの第二飛行場はもうどうにもならないですね。それはもう間違いない。ただ、残っている第三飛行場で敵の空母を仕留める。第二飛行場が破壊された。第二飛行場が破壊されてしまった。今見るとこれは敵の正規空母1、護衛空母3というところですかね。なんとか飛行場一つは守りきれそうかな。二つの飛行場を失いましたが、終了までの時間をね、画面の右下に出してます。なんとかという感じかな。損害確認していきます。味方の喪失艦は、まあ、潜水艦隊を失いましたが事実上ゼロ、敵の方は駆逐艦を何隻か沈めてますが、大型艦にはダメージをちょっと与えることができませんでしたという結果ですね。ただし、敵の戦艦部隊、これ10隻いますね、戦艦、第4艦隊。これの戦艦はすべて中大破させています。第14艦隊の戦艦も、中大破。ただし、第6艦隊、空母艦隊ですね、こちらの正規空母1、護衛空母3に関しては無傷という状態です。自利品ですね。いやー、鉄もアルミもゼロのままか。鉄もアルミもゼロのまま。そしたらちょっと失った航空戦力、特に偵察機をですね、日本近海には追加で配備する必要があるというのがよくわかりましたので、ちょっとそのあたりを考えていきたいなというふうに思います。今回はここまでさせていただきます。ぜひなんかちょっといい知恵があれば、お借りしたいなと思いますので、ぜひ皆さんのコメント、動画のコメント欄、もしくはコミュニティ欄、あるいはツイッターの方にお寄せいただければ嬉しいなと思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。